皆さんこんにちは富士日本語学院日本語講座ちょっとやってみようのコーナーです今回は富士日本語学院のめぐ先生と一緒に勉強していきましょう前回同様1聞けますか2読めますか3書けますかの3つのコーナーに分けて勉強していきます準備はいいですか今回は僕の夢についてです まままずはは聞けすすすかののコーナーナですでは始めます僕の夢大きくなったら僕は警察官になりたいです。テレビのドラマを見ていると警察官はとてもかっこいいからです。困ってる人を助けてくれます。 優しい人だと思います。僕も困ってる人を助けてあげたいです。悪い人を捕まえてみんなが幸せになってほしいです。警察官になるために僕は警察学校に行きます。犯人を捕まえるためにたくさん走ると思います。僕は長い距離を走ることが苦手です。でもいっぱい走って で練しします。僕も友達とたくさん喧嘩します。悔しいです。僕はすぐ怒って大きな声を出します。あとでよく考えると僕も悪かったかなと思うことがたくさんあります。だからあとで謝ります。気持ちがすっきりします。僕はみんなが仲良くなれるような警察官になりたいです どうでしたかどんな内容かわかりましたか内容が理解できたら次は問題です。あからおまで読みます。合っているものを選んでください。あ、警察官は悪い人を捕まえるだけでなく困っている人を助けたりもする。い、悪い人を捕まえることがみんなが幸せになる唯一の方法だ。 う、長距離を走ることが苦手な人は練習するために警察学校へ通うべきだ。え、僕が大きな声を出すので友達と喧嘩ばかりしてしまう。お、喧嘩の後でよく考えると相手だけが悪いわけではないと思うことがある。 正解は、あ、と、お、です。以上で、聞けますかのコーナーは終わりです。次に行きましょう。次は、に、読めますかのコーナーです。まず、先生と重なって読んでみてください。1回目は普通に読みます。2回目は、早読みします。挑戦してみてくださいね。 僕の夢「大きくなったら僕は警察官になりたいです」テレビのドラマを見ていると警察官はとてもかっこいいからです困ってる人を助けてくれます優しい人だと思います僕も困ってる人を助けてあげたいです悪い人を捕まえてみんなが幸せになってほしいです 警察官になるために僕は警察学校に行きます。犯人を捕まえるためにたくさん走ると思います。僕は長い距離を走ることが苦手です。でも、いっぱい走って練習します。僕も友達とたくさん喧嘩します。悔しいです。僕はすぐ怒って大きな声を出します。 後でよく考えると僕も悪かったかなと思うことがたくさんあります。だから後で謝ります。気持ちがすっきりします。僕はみんなが仲良くなれるような警察官になりたいです。僕の夢大きくなったら僕は警察官になりたいです。テレビのドラマを見ていると 警察官はとてもかっこいいからです。警察官は悪い人を捕まえます。困っている人を助けてくれます。優しい人だと思います。僕も困っている人を助けてあげたいです。悪い人を捕まえてみんなが幸せになってほしいです。警察官になるために僕は警察学校へ行きます。犯人を捕まえるためにたくさん走ると思います。 僕は長い距離を走ることが苦手です。でもいっぱい走って練習します。僕も友達とたくさん喧嘩します。悔しいです。僕はすぐ怒って大きな声を出します。後でよく考えると僕も悪かったかなと思うことがたくさんあります。だから後で謝ります。気持ちがスッキリします。僕はみんなが仲良くなれるような警察官になりたいです。 以上で読めますかのコーナーは終わりです。次に行きましょう。3、書けますかのコーナーです。先生の音読を聞きながら全文を書き取ってください。漢字がわからなかったらひらがなでもいいですよ。全文が無理ならカッコの中だけでも構いません。僕の夢。 大きくなったら僕は警察官になりたいです。テレビのドラマを見ていると警察官はとてもかっこいいからです。困ってる人を助けてくれます。優しい人だと思います。僕も困ってる人を助けてあげたいです。悪い人を捕まえてみんなが幸せになってほしいです。 警察官になるために僕は警察学校に行きます。犯人を捕まえるためにたくさん走ると思います。僕は長い距離を走ることが苦手です。でも、いっぱい走って練習します。僕も友達とたくさん喧嘩します。悔しいです。僕はすぐ怒って大きな声を出します。 後でよく考えると僕も悪かったかなと思うことがたくさんありますだから後で謝ります気持ちがすっきりします僕はみんなが仲良くなれるような警察官になりたいです以上で今回の勉強は終わりですそれでは今日の一言を送ります逮捕これはどういう意味でしょうか ではまた次回お会いしましょう。さようなら。